こんばんは。ちょっと Wi-Fi 繋がらへんくて遅れちゃった。ごめんなさい。Wi-Fi が繋がらなくて遅れてしまった。なんてこった、なんてこった。パー。ごめんなさい。こんばんは。皆さんありがとうございます。来てくださって。ちょっとね、ちょっと買い物というか、うん。こんばんは。ね、買い物というかインスタとかにあげる用のものとかを、ご飯ものとかをちょっと買いに行ってて、今ご飯食べ終わったんですよ。でちょっとメイク直しとかする暇全然なくて、髪の毛ももうしたもん。こんばんは。気づいたら9時やって、で Wi-Fi 繋がらへんくて1分遅れちゃったし、ごめんなちゃい。ちょっと髪の毛パッパッとヘアアレンジしようかな。ちょっとヘアアレンジするしよう。うん、こんばんは。こんばんは。ちょっと後でテロップをかけます。そう、ちょっとモフモフちゃんだから初見、多分、あ、多分。こんばんは。口紅も塗ってへん。ちょっとだけヘアアレンジしましょう。どうしよう、ヘアアレンジするよ。でも何ヘアアレンジするか決まってへんねんけど、うん。ご飯はお肉とか野菜とかウインナーとか食べました。こんばんは。メイク直しすればよかった。まあいっか。うん、ん、画質悪いですか。まあいいやん。ちょっと画質悪めって書いとこ。画質てん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 、わるいかも。よし、こんばんは。どうしようかな、髪の毛が今絶望的に、雨降っててんね、私がちょっと出た時に。ちょっとだけやったけど、それでちょっと、戻った、すげえ。どうしよう。でも画質はね、私画質はね気にしひんタイプなんですよ。なんでかって言ったら、もう中野家電波あるに知ってるから、もう音声聞こえてたら問題ないかなっていう感じです。こんばんは。しかも今日メイク崩れてるし大丈夫。どうしよう、今日じゃあ皆さん、今からみんなヘアアレンジしようと思うんですけど、どんなヘアアレンジがいいですか。ちょっと決めていただいていいですか、皆さん。皆さんに決めていただくっていうシンキングタイム、よしスタート。てててててーん、たた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 たん。こんばんは。かわいい、嬉しい、かわいい、嬉しいです。じゃあ皆さん、ポニーテール、アフロ無理です。アフロ物理的無理。サイドポニー、三つ編み、大喜利じゃないですよ。ついてる猫、サイドポニー、どうしようかな。ツインテールが多いですね。リュックヘア、それはね画用紙が必要ですね。ツインテール、ポニーテールにします。ポニーテールにします。けどね、今日前髪の感じがワルコちゃんやから、じゃあミラはなかなかしないポニーテールに挑戦してみます。どうしよう、やっぱりツインテールにします。ヘアゴム取ってきますね。ちょっと待っててくださいな、ちょっと待っててくださいな。ヘアゴム、ヘアゴム、ヘアゴム、ヘアゴムがない。TikTok のやつめっちゃ面白かったでしょ。ポニーテールはちょっとワックスがなかったら無理ということに気づいたので、うん、ちょっとツインテールしよう。すぐ外しちゃうかもしれへん、恥ずかしくて。うん、およおよ、
んばんは。水曜日のナンバチだけみたいに未来ちゃん出演します。あれあれですか、あれですよね、しゃべくりアワーですよね。なんかあれしゃべくりアワーもナンバ自宅系みたいになってるのかな、ちょっと暑い、どうしよう、リビングに移動しようかな。自分の部屋の照明嫌いなんですよね、みらこちゃん。こんばんは、ちょっとポニーテールにします。しゃべくりアワーもあれなんですね。あ、違う、間違う、ナナホとやっと、あ、世にも奇妙な物語見る録画してますよ、見れないので。女子が髪の毛結んでる時ってなんかドキドキするわ。変態じゃないですか。よいしょ、うん、見れ、高めのツインテールめっちゃ好きなんですよ。なんでかっていうと可愛いから。こんばんは、よいしょ。どうですか、なんかおかしい、うん、なんかちょっと湿気でうまくいかない髪の毛が、うん、なんか湿気って大変ですよね、ほんまに。人生湿気、湿気が私敵やと思う。うん、湿気がちょっと敵ですね。今ミラコの中で一番の敵は湿気。湿気がね終わったらミラコはね髪の毛は自由自在に効くんですけど、今は湿気やから自由自在に湿気で効けへん。梅雨まだですかね、終わるの。早く終わってほしいです。よいしょ、うまくできひんけど、暑い、めっちゃおびち。よいしょ、できた。もうちょっとここでちょっと、あ、でちょっともうくくり直す。どうしようかな、ちょっとリビングに移動しようかしら。リビングというかミラコのちょっと隣のお部屋に。なんかうまくいかなかったちょっと移動しちゃいますちょっともう移動すると決めたらすぐ行動すぐ行動です。あ、ドア開いてた、よいしょ。近っ、あ、待って待って待って、どうしようどうしよう、え、お姉ちゃんが帰ってきた。あ、もう最悪、リビングに移動した途端にお姉ちゃん帰ってきた。最悪最悪、配信してんの、最悪や。もう自分の部屋戻らなあかんっていうこと。お帰り、お土産、マクドを買ってきてくれたんですけど、お帰り、うわ帰ってきた。そんな帰ってきて欲しくなかったんかって、どうしよう。はい、お姉ちゃん久しぶりの登場、挨拶しとき。久々じゃなくて、こんばんは。口紅貸して。え？え？これ絶対、これほんまに未来に買ってきてくれな。え？みーちゃん？口紅を貸してくれます。お姉ちゃんが今。みーちゃん携帯あった。わ、濃いですね。あ、めっちゃのブルーベリーみたいにする。食べたい。やめや。お姉ちゃん開けていい、ここダメです、ちょっと待ってください、蜜です。うんうん、はい、いいよ。あ、ちょっと待って、あ、待って、あんたほんまバカな、もうバカな、大丈夫、バカな、いや待って、未来自分の部屋に移動しちゃなあかんかもしれへん。お姉ちゃん大丈夫、じゃあこっち向いて、大丈夫、移動しちゃんでいいです。ミツです、ちょっとお姉ちゃん今日は出演してもらおう。はいはい、横ついて、横、はじめだから初めてナコムって歌わんといて
ちょっとお姉ちゃんこの口紅いいですね、すごく。どうですかお姉ちゃんどうですか皆さん、これお姉ちゃんちょっと近いですね画面とのミラコのこの距離が。これ綺麗ですよね、めっちゃ。あ、出ませんよお姉ちゃん、めっちゃ可愛いですね。めっちゃ上してるし、ちょっと落ち着いてくれへん、可愛いですよね、めっちゃね、濃すぎなくていいですね。鏡ちょうだい。ないです、鏡ちょっと閉めていくとこ。え、今かお姉ちゃんラップ披露するらしい、ラップ披露するね。あ、じゃあちょっと充電器取ることをお姉ちゃんに命じる。ここやんな、届かない、お姉ちゃん充電器届かないよ。知らんやん、届け、ごめん、ま、もうちょっと話したいやん、ケイトは。イエスイエス、そうそう、お姉ちゃんが映っちゃうから。で、じゃあお姉ちゃんピッてつけて、お姉ちゃんピッ、あ、そうや、そうすればいいね、ありがとう。いや、うん、どうツインテール痛い、そんなこと言うなよ、自分のその髪型も痛いで。ありがとう。昨日お姉ちゃんと TikTok いっぱい撮ったんですよ見ます、ダメですよ、見せれないですよ。めっちゃおもろいで、めっちゃ面白い、音源流したかも。あ、そうなんや、うん、ダメダメ、それはちょっと見せれないんですけど、めっちゃ楽しかった。パウダー化してほしいでしょ。ないないない、マクド、マクド明日食べます、お姉ちゃんからの差し入れ。今食べよう、ポテトぐらい今食べた方がいい。ダメです、ダイエットです、やめてください、太らそうというのをしないでください、本当に。へー、やめてください、やめてください、こっち見ないでください。3つです、食べて、いらん、食べて、食べたい、食べたい、食べとくの、それぐらいで太らん、大丈夫、お腹いっぱいだもん、うん、お姉ちゃんお仕事お疲れ様って言ってくれたはんで、ありがとうございます、ほんまに心から言って、体で表して、ありがとうございます。なあ未来さ、その T シャツ着すぎてさ、最低、夢の国のやつなんですけどね、お姉ちゃんがこれ、そう、お姉ちゃんファンの人からもらってる。あ、そうなの、うん、誰かどうするかと思ってた、2世代で、ごめんね、ごめんね、最低、ごめん。お姉ちゃんだってミラの服を着るんですよ。よう言うわ、自分逆やろ。聞いてください。ほんまだ、一言だけ言わせて。ジャパンの人みんな聞いて、あんな、ミライが SNS に上げてる服な、9割9分レイナの服や。今日は珍しくレイナやな、そんな時に限った。じゃあミライの服やな。大丈夫、下の服はお姉ちゃんでした。これ、これジーパンじゃない方、お姉ちゃん。最低。あのですね、あの、お姉ちゃんは。自分のクローゼットかなに、お姉ちゃんの方のクローゼット開けるよな。なんじゃねえよ。ミラお姉ちゃんのクローゼット片付けてあげてるんですよ。お前が着てるからな。あ、そっか、ミラ仕事着ばっかり。そっか、間違えました、こんばんは。チャンチャンチャララン、すごくお姉ちゃんはうるさいんですよ、毎日。昨日も TikTok2 人で撮ってめっちゃ汗かきました。自分が買ってきて速攻 TikTok 撮ろうって誘ってきたくせに。そう、お姉ちゃんに抜き打ちチェックしたんですよ。なんか何だっけ、来た喧嘩、お姉ちゃんが玄関からリビング入ってくるやろなっていうところでパッて押して、びっくりしたわ、でででるんかってなんか、ね、抜き打ち NMB です。楽しかった、それぜひしてください、あのファンの方に。誰とすんねん、どこですんねん。こんばんは、うん、お姉ちゃんの今髪の毛センター分けですよ、変なの、変なの。最近流行りのピンや、ピン、このショールームね終わったら、あのお姉ちゃんと TikTok 撮ろうと思ってるんですよ。また撮んの、はい、もう出て、お姉ちゃんはもう限界です。もうだって年だもんな、来月21歳だもんな、ごめんなごめんな、まだみんな17歳やから、ごめんなごめんな、全21歳から上を敵に回したら皆さんごめんなさい。服装めっちゃ好みって思ってたらお姉ちゃんのやったんで、そうそうかもしれない。だってお姉ちゃんね、服センスめっちゃいいんですよ、多分絶対お姉ちゃんだよ、うん、あ、最近 NNB 詳しくなってきた、妹にやってみるから、いいじゃないですか、ほら、だってツイッター見てると、まあ、未来、まあ、未来、これ未来の服、未来やな、うん、ほら未来の服、まあ、でもな、同じ服ずっと続いてるから、そう、未来さ、あの自分が、あの自分がお気に入りやなと思った服しか着ひんからさそう、21歳になります、お姉ちゃんおめでとう。そう、6期生にもね、お姉ちゃんの年上がいるねん、2人。
やばくない？シンシンとユカちゃん、お姉ちゃんに年上ねんで、すごくない？一個年上、全然見えへん、全然見えへん。うん、お姉ちゃんは7期生ですか？4期です。うん、かりんさんももうすぐ21歳になるはる。絶対言うと思った。お姉ちゃん優しいです、何でも買ってくれる。お姉ちゃんからね、買ってもらったネックレスがね、この前外から帰ってきて洗ったんですけど、どっかに行ってるんですよ。待って、何のカミングアウトか。びっくりしてんけど。そう、昨日めっちゃ探してんけど、多分ある。そういうやつちゃんと知り合いでも多分あるね、多分あるんですよね、どっかに。けどずっとあるから大丈夫です。じゃあ今日の未来の購入品紹介したと思うんだけど、自分え、パンケーキミックス、パンケーキミックス、ちょっと取ってくるから、お姉ちゃんちょっとつないどいて。じゃあお姉ちゃん薄らいのどうやってつないの？待って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 、ちょっと待って、はい、はい、ここ置いとくからつない、皆さんちょっと待っててください。はい、つないどいてな。はい、よし、スタート、よし、スタート。なんでお姉ちゃんがつながなんかね、やば、早すぎやろ未来。なんで繋いどいてくれへんの？お姉ちゃんどうやって繋いどいてんの？声で繋いどいて、はい、じゃあ皆さんちょっと、はい、あ、髪の毛めっちゃ落ちてる。はい、こんばんは。はい、ミラコが再登場。お姉ちゃんは顔出し NG なんですよ、老けすぎて。ほんまにマジで配信中だからって怒られないと思って調子乗ってます、ミラコが。困ったら覚えてけよ。あ、今読みよ奇妙な物語やってますよ、大丈夫、録画してるから。4人もな、4人も奇妙な、映ったらバンされる、ソップスすぎて。そうなんや、分からへん。まあけどあれやん、もう平和に生きよ、平和に。お姉、はい、ナイスつなぎでしたよって、よかったな、褒めてもらえて。まず、うん、じゃあ何買ってきたと思う？ミックスケーキやろ、パンケーキミックス。まずね、また人のカバン使ってる。あ、エコバッグちゃんと持ってます。ラプンツェル好きやな。でママにはもともとエコバッグ2個持ってて、クレヨンしんちゃんのエコバッグママにあげた。あ、使ってくれてる。まずホットケーキミックス、なんでそっちに入れてんの？何のためのラプンツェル？なんでカバンの方に入れてんの？びっくりして。こっちに入れてます、ホットケーキミックス。ホットケーキミックス1点、ピッ、はい、絶対トップバリューやん、これ。トップバリュー98円、安っ。そしてドンキに行ったらね、ホットケーキミックスが一緒の値段で売ってやって 100g やったから買ってきた。これ何グラム？これ 200g。 え、 300g。 これ、あ、これ300の、うん、で一緒の値段やったから、まあ消耗品やし買ってこようかなって。はい、でラムネ2個。これガラスタイプじゃないねん。そらそやろ、じゃなかったら重いやろ、みたいな。ガラスタイプ売ってやったけど、あっち高かってこっちにしちゃってんや、あの瓶台が浮かれてると。あ、最悪や。ラムネ買いました。これ何分やったと思う？100円やろ。30何分。安っ。少ないですか多分。え、だったこれ、なんでだからエコバッグの方に入れへんの？これ買いました。ホットケーキミックス3個買った、2個買いました、間違えた。いいな、やろう、明日作ろうと思って。作る、一緒に。やめて。作る？作れんの自分？作るじゃなくて作ってやろ。はい、買いました。なんか小学生感すごいって言ったから、ちょっとツインテールやめようかな。けどな、お姉ちゃん今度黒髪ロングにすんね。へ、びっくり。買いました。このエコバッグは綺麗に今日洗います。買ったん？ファンの方からいただいた。おー、いいな。クリオンしんちゃんもファンの方からいただいた。いいな。けどエコバッグをまだ全然使わへん時やったから、でようやく使う。さすがファンの方やな。そう、未来を予知と。そう、結構だいぶ前にねもらったやつやから、もうよかったよ。多分この7月になったらレジ袋有料化されるって知ってはって。国会議員かなんかかな。そう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 。おい、それ写せよ。あ、それ写せ。一番写さなんか。それは写せ。
うわぁ、食っとんなお前食っとんな、ちゃんと何食べたんや、見してみ、棒を置くな。皆さん、みんな歩いて行ったんですよ、買い物。お腹減ったんじゃないですか、だからアイス食べました。やば、アイス食べました。マリギャル、この順番で食べました、うん、チョコミント食べてちゃうもんな。そうで、その時に食べたらちょっと雨降ってきて、やばいと思いで、やばいって思いながら食べながら傘差して、そしたらお姉ちゃんからも電話かかってきて、ほんま大変やって、ごめん、傘差さな、菓子食べやな、菓子言ってくれたらよかったもん、ね、そう2個食べちゃった。これドンキなので安かったんですよ。あ、そうなん、そう、ドンキ安いで、一番これめっちゃ美味しいから好きです。はい、お姉ちゃん捨てて、ママに怒られる、走るな、ママに怒る、やだ、後で捨てて、はい、美味しかったです、すごく、よかったね、うん、よかったけど、アイスはね2つぐらい食べやんな、うん、チョコミントいいですよね、めチョコミントめっちゃ好き、好き、よく太らんやな、そういう食ってな、ちゃうねん、だって未来さ3食しか食べへんやん、完食し、完食やん、それもたまにの完食やん、ですよね。だから今日の未来のお買い物紹介でした、よかったね、何しに行ってんやろって感じです本当に。でのあれ好きやで、あのアイスやったら、あの板チョコアイス、めっちゃわかる、あれ好きよな、チョコミントってね、なんか歯磨きされた感じするからめっちゃ好き。なんでなん、逆になんかあれやねんけど、苦手なの、苦手、えチョコミントって好き嫌い分かれるよな、うん、せやな、なんかチョコミントとかね、チョコミントとか、えチョコミントやろ、えチョコミント、うん、うん、明日はねお姉ちゃんにね、ツイッターのインスタの写真撮ってもらうの手伝ってもらうんですよ、インスタの写真撮ってもらうの手伝ってもらうんですよ、勝手に決めた、うん、お姉ちゃんは誕生日プレゼント未来何が買ってほしい、みーちゃん、フェンディのカバン、フェンディどれ高いんや、なんぼしてんの、22万円だか、あのディオールのエアポッツの入れ物でもいいで、ディオールのエアポッツの入れ物か、そうめっちゃ高い、ね、4万6千円ぐらい、高い高い、エアポッツの入れ物を、エアポッツの入れ物4万円ってどういうこと、エアポッツのが高いんやんか、いやじゃあエアポッツのが安い、ね、ほんまや、そう安いの、こんばんは、じゃあどうします、めっちゃ好きそうじゃないお姉ちゃん、うん、汚れるで、お姉ちゃん白が、私基本白が多くてカバンとか、確かに基本白い、ミランも白多い、ほら買える、買える、嘘でしょ、22万ってやばくないですか、落としたら最悪、確かに、あと汚しちゃって、なんかさ、でもカバンはええもん持たない、うん、まあ確かにカバン靴はね、そうやな、靴はまあええもんというか綺麗にしとけばいいんですよ、靴はケース高くないです か、 かな、私に頼んでんの、ありがとういつも、じゃあ未来はお姉ちゃんは未来誕生日何買ってくれんの、じゃあ いやバイク、バイクブンブンブン免許取ってんけど、何年ローやろ、80ぐらいまで払い続けない、頑張れ、いいもん買ってさ、みんなで住めばいい、おばあちゃんとか集めて3世代、そうお姉ちゃんには肩たたき券で、確かに、いらんでねえな、本番は肩凝ってへんで、肩凝らへんから、肩凝ってる全国みんな謝って、肩凝ってる人全員敵に回したよ、なんかさっき言われたからって言いなよ、それさっきまでお姉ちゃんとめっちゃ喧嘩してたんですよ、しないや一回も、生まれてきて、すごい未来バイク乗ってみたい、乗ったことないんですよバイク、乗ったことある、ない、一緒やな、バラララララララ、うん、ちょっとツインテール、いや、こんばんは、バイク怖い、確かに危ないからやめとき、確かに、なんか喋りやいるんやったら、お姉ちゃん、これ未来バイクの音聞こえる、ブン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 、全然聞こえんねんけど、全く聞こえん、何時までするん今日、ん今日5時、マジで嘘なら嘘って今言う、嘘です、だって年齢的に寝れないできないんですもん、あと寝やなあかんし、未来なんかね、じゃあ未来ね、未来のじゃあこの頃の悩み言っていいですか、うん、お姉ちゃんが斜めに寝る、ほんまに言っていい、マジでな、お姉ちゃん、ま、未来のちょっと待って、まず説明をしよう、お姉ちゃんが基本未来たち2人で寝てダブルベッドで寝てるんですけど、お姉ちゃんが基本先に寝るんですよ、ダブルベッドか、あれダブルベッドじゃない、クイーンベッドじゃないの、そうなの、ダブルじゃないあれは、確か大きいベッドで寝てるんですよ、そしたら
なんかお姉ちゃんが斜めに寝てる、ね、斜めに寝てるけどな、未来もやね、未来なんか斜めやってるけど横に寝るからな、お姉ちゃんな、未来にこうな十の字になって寝なあかんことになってるけどな。いやけどね、お姉ちゃんが基本斜めに寝るんですよ。どう思いますか？基本じゃなくて言っていい、未来は斜めじゃなくて横やからな。横の方が立ちいいですよね。立ち悪いよ、斜めや、川の字に寝れるじゃないですか。枕は枕でこう寝たんやんか。枕は枕でこう寝たんやんか。お姉ちゃん眉毛綺麗やな。ありがとう、ね、どう思いますか？だからお姉ちゃんにほんまに、うん、あの二段ベッド買ってほしいです。今更あん喧嘩売ってんの？売ってないよ、買ったるわ。買うん、バン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 。そう、仲良しじゃないです、ビジネス仲良しです。だいたいほんまに誤解読むからやめといた方がいいよ。お前やろ言うてる。確かにどっちもどっち、それです。間違いない、ほんまにぐらい寝相悪いからな。お姉ちゃんも寝相悪いからな。お姉ちゃんは心が広いから言わんねんって。そんなことで何いちいち言う。だって未来は、だってお姉ちゃん寝てるから記憶にないよ。いや言うとくけど未来もやろ。どうしましょう。お姉ちゃんのこのスマホケース見せていい？これ72とか貼ってんの？これちょっと100均のシールやからやめよう。100均のシール貼ってんの？そう、オンオンオン。あのドアのさ、ここ、あーちょっとわかんないけど、すごい100均か、100均あかんな、うん、カバーで買ってんけど未来が使っとって、あのうさぎのやつ。なんかお姉ちゃんなんかね、未来ほんまさ、自分さカバーよくなくすんですよ。違う違う、カバーよくなくすんですよ。は、今日のお話がで、ミラーのことがさらに好きになりましたって、どう思う？レチ、なんなんよく、なんでなん、なんなんなんでそんな顔すんの？ミラーが可愛いからって、ありがとう。なんかお姉ちゃんって変なんですよ。お姉ちゃん可愛いですよ、めっちゃ。ほんまに可愛いと思う。かっこ、マジで化粧最低。嘘ですよ。なんかね、化粧したら可愛いって感じ。すっぴんやったら幼可愛いみたいな。ありがとう。いいぞ。TGC の企画いっぱい推薦してもらえね。何それ？嬉しいです。卵かけご飯キャッスルで、何の略なん？卵かけご飯じゃないよ、 TKG やろ。TK 卵かけご飯。違う、すいません、すいません、ちょっとうるさいです。あれ、すいません、すいません、うるさいです。何の、うん、あ、すみません、黙ってもらっていいですか？何の TKG に推薦されてんの？そう、卵かけご飯に推薦されてんねん。CM？ そう、CM。CM でんの？そう、卵かけご飯の CM。マジで？うん。すごいやん。そうやろ？めっちゃうるさい。誤解を見せているから。マジで？うん、違うの決まってるの。TKG の推薦ってなんやねん。何なんそれ？何に推薦されてるの？ちょっと調べてみて。詳しく教えてよ。え？うん、卵かけご飯です。みーちゃんのツイッター見よう。うん、いいよ、見合いね、もう見合いといて。分かった分かった、見られるの嫌いだね。はいはいはい、分かった。なんなんお姉ちゃん、お子なんですけど、お子なんですけど。分かった、こんばんは。じゃあ今からお姉ちゃんと、なんとかと言ったらなんとか、なんとかと言ったらなんとかします。もうそれ下手やから嫌。マジカルバナナゲームします。お願いしません、絶対しません。じゃあ分かった、しやんしやん、分かった、してあげる。分かった、しやん、うん、大丈夫。どう思いますか？私の姉いつもこんなんなんですよ。早く大人になってほしいです。まあ成人なんでね。姉ちゃんの成人式行きました。未来5分ぐらい、5分で帰りました。お姉ちゃん今年あれオンラインらしいで、成人式東京は決まったらしい。ほんまに来年か、うん、しゃあないよ。ほんまに、未来の3年後はどうなってるだろう。みーちゃん、うん、みーちゃんはあれや、 NNB でやられる。そっか、うん、それオンラインかな。え、オンライン、オンラインじゃなくて、いや、あるんじゃん。あるかな、2メートル以上離れて会場どこ取ったらいけるかなどうしよう、どこ取ればいい会場。横浜アリーナぐらいで、あの演習を、演習2メートルずつこうメンバー、あと客席と。めっちゃ大変じゃない？うん、未来は浴衣は着物か。何色がいい？ピンク。ピンクか。ピンク。濃いピンクがいいな。可愛いやろ。可愛い。おいちゃんもピンクでしたよね。レナピンク。レナは黒着たかったな。
かっこいい系が良かった。まあ確かにね、未来こっち見た目的に、うん、未来はピンクです。ピンクで、ピンクでキラキラがいい。で髪型は何かな、なんか派手なリボット、リボンかしら、いいよ、可愛いと思う。なんか派手な感じにしたい、もう目立ちたい。怖っ、あれでいい、あの目立ちたい、あれでいい、あのあれでいい、あのあのこういうやつ、コート型こうあるやん、ガチャガチャ。ダメダメだ、めっちゃ楽しみ、成人式いいね。まだあと3年もある。だって未来17歳やもん、まだ若いでしょ。けど3年なんてあっという間なんですよ。マジであっという間で、気ぃつけや。ミレイちゃんピンク好きなの？ピンク好きです。みんなピンク着るから目立たないかも。そのピンクの中でも目立つやつを着ます、うん、正直な、目立つよりも自分にどれだけ似合ってるかがレイナ大事やなって成人式いって思った。あ、確かに赤とか多いで、確かに赤とかピンクとか多いねんけど、うんうん、確かに違う色が着とったら着物自体目立つけど、どれだけ本人に似合ってるかな、うん、確かに。ミライはやっぱしピンク、赤も似合うと思う。ミライ、もう自分で言うのよ。どうしたびっくりして。赤も似合うと思う、うん、あ、そうね、うん、あと水色も似合うと思う。ミライでもあれやろ、レイナブルベやけど、ミライイエベやろ。イエベ、うん、イエベ、イエベやろ。リナブルベやで。どこ？リナ完全ブルベやで。どういうことブルベって？え、知らんの？ま？ま？イエローベースかブルーベース？ミライブルーベース？ミライはイエローベース。イエローベースっていうのが分からへん。イエローベースとかはあのあれ、うん、そのオレンジ系、どう言ったらいいんやろな。ブルー、リナブルーベースやから、ブル紫とか青とか黒系のそのなんていうの、髪色が似合う。うん、ミライは？暖色がな。ミライはオレンジやからこう結構。パンとしたっけ、明るい系、オレンジ系とか。だから目元今オレンジやけど似合ってんの。メイクさんにもミライオレンジか似合うって。絶対イエベや。ピンクは似合わへんの？ミライイエベ、イエベは似合う。ピンクでもだからその何、パープルピンクとかそっち系。すごいですね。美容部になったらどうですか？お姉ちゃん何が似合う？ミライじゃあ服は何が似合うの？うん、でも似合うと思いますけど。嬉しい、ありがとう。化粧の下地とかを、うん、塗ったらいいの？何塗ったらいいんですか？あれちゃう、あの、わからん。じゃあファンの方も診断してあげてよ。わからん、顔見えへんて。顔見、そう、顔見えうん、ガッキーさんはブルベやって。へぇ、レンナだからあの一回ブルーのさ髪色入れたよ、ブルー系の黒、黒。ああ、ありますね、それ可愛いと思う。レイコちゃんとかしてた気がする。レイが一番、うん、ミラーめっちゃ黒けどね、結構メイクさんからちょっと茶髪やなって言われる。ほんま若干な、ほんま若干。だから染めたことあるって初期に聞かれました。そう、だってミライ初めてメイクしされた時に、ミライ染めたことあるって言われました。嬉しい、そんなミライ茶髪ですか？違います。ね、聞いてほしいことがあります、皆さんに。ミライが髪の毛昇格してから、髪の毛切るか切らへんかでめっちゃ痛い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 、うるさい。髪の毛切るか切らへんかでめっちゃ迷ってたんですよ。そしたらね、 B2 の先輩方がめっちゃ頑張って考えてくれはったんです。レイナさ、うん、ほんまにね、未来昔ショートカットやってんけど、うん、絶対ショートカットの方がいい。え、ここってこと？うん、絶対に。やだってここ長いからさ。やめて、ここ長いって言われた、やめて。え、じゃあね、ほんま絶対ショートの方が似合って。ほんまに、うん、けどウーカさんがな、ウーカさんとかあのカリンさんとかゆずちゃんとかめっちゃ相談乗ってくれはって。そうなん、絶対ショートカットの方がいいで。ね、なんかまだこうショートにして、未来がもしもめっちゃショートにしてもエクステをつけれへんやん、学生やから。そうで、あのショートにしてもう茶髪とかやったら垢抜けれるかもしれんけど、未来まだ染めれへんやん、年齢的に。やから、そう、染めれる年になったら、うん、あの一回ショートにしてみて、嫌やったらエクステつけてみたらめっちゃ相談乗ってくれはって。絶対ショート、まあ、あの昔はほんまにショートカットやって、めっちゃボブでした、これ。その時めちゃめちゃ可愛い。今も確かに可愛いねんね、似合ってんねんけど、レイナはショートカットの見るのが好き。あ、タイプね。やった、いや絶対似合うと思うで。え、ここですよ、めっちゃ可愛いんですよ。顔ちっちゃいからな。ありがとう。ピュンってすんねん。え、じゃあちょっとショートカットにしてみようなみたいな、見たい気もする。それです本当に。ほんまに可愛いショートカット、ミラコ。どうしますけど、失敗したら嫌じゃないですか。ちょっとファンの方の意見を聞きます。いや、ショートカットめっちゃ似合うねん、ほんまにしてほしい。ショートカットの写真がないから。 もうここにおかっぱってこと？
あのそんな感じ。こことかじゃなくて鎖骨とかじゃなくて。違う違う違う。おかっぱちゃん。いや、そんなに絶対似合う。絶対似合う。もう過去を見てるからわしはわかる。ああ、わしはわかる。わ、さすがレイナちゃん。けどミラが行ってる美容院さんの人にはここがいいかなって言われた。ボーほんまに似合う。アプリで試してみたら確かに。お姉ちゃんの意見に賛成。小声。絶対か。ナナホとかカリンさん。ナナホは絶対。あれあのあれあのショートじゃないって、あのほんまにこのお姉ちゃんみたいな感じ、うん、丸い感じわかる。わかる。ナナホが、ナナホはな、未来はロングがいいって言われた。ナナホショートがタイプやね。そう。そう、どうしよう。いやもうほんまにね、ショートの頃の未来は正義やった。どうしようかね。まあでも正直、まあ正直やで。うん、まあ。どっちも可愛い。どっちもいいと思うし。え、じゃあもしも未来がショートにするときは前髪はどんな感じ？シースルーやと思う。ちょっと美容院行きたいねんね。前髪増えてきた。そう、姉ちゃんも美容院行って。どうしよう、一回ちょっと一回今ボブにしてみる。大丈夫大丈夫、うん、ちゃんとそんなお姉ちゃんに言われたらずっとロングって思ってたのに迷ってきたやんか。姉ちゃんは絶対ショートの方がいいと思う。これで似合わへんかったらどうする。似合わんかったらお姉ちゃんのカツラ貸してあげる。もしもさ、もう未来がさ、ショートにした時やね、公演始まってたらどうする？取れへん、カツラかぶる。あ、取れへん、取れ、だそう、大丈夫。取れへん、暑いやろ。大丈夫大丈夫。でも、はけたら一回ふって。はけたら、すいません、カツラ取りますって。メイクさん二人がかりで。え、大丈夫？暑ないこれ。とか言われる。ちょっと熱気すごいよ。せやんな。で、帽子かぶられへんやろ。一回りでかくなってるから。未来ちゃん、頭太った？そこは太りません。どうしよう。面白い。ほんでちょっと入らへんのみらいちゃん、どうしよう、医者さんカチューシャに変更ってできませんかねって言ってる。面白い面白い、めっちゃ、うん、でもさ、エクステしてもちょっとな、髪の毛大きくなるね、こう周りが。そうなんや。そうだから、その言ったらその分つけてるから、中にさ、こうな、その分めっちゃだからカサタカなんでね、すごっ。一回してみようかな、ボブ。けど髪の毛バッサリ切るときって許可がいるんかな、しますっていう。え、いるよ。まだ宣材写真が変わってないんです。宣材写真使われるんですか。めっちゃ楽しみ、宣材写真。あ、変わるんや。宣材写真の髪型何したと思いますか。教えません。ポニーテールやろ。違うよ。ほんまにやめて、ほんまにやめて。お姉ちゃん当てちゃうけどさ、ほんまにやめて。違う違うや。違う、それは違う。ハーフアップか。違う。ほんまにもうさ、団子やろ団子やろ。じゃもうもういいよ、もうもうもういいか、もういいか、もういいか。メイクさん時間かけたな。めっちゃスプレー目の使いしちゃった。ミライちゃん入りまーすって。そう、ほんまに中の大丈夫これで、ね、固まってるジェルにしとくなって。ほんまキープ足りひんかなって。時間をほんま割いてしまった。もうごめんなさい。そう、もういかつ。でもモヒカンにさ、言ったら髪飾りつけたってことやんな。ダッサ、びっくりやな。どこにつけてんやろな。それも当てれるな。確かに。ここら辺にやっぱてっぺんかな。うん、大変でした本当に。今後期待ということで、うん、携帯見て笑わんといて。コメントが面白かったもん。声に出してよ、どれが面白かった。うん、髪切ってきますって言って帰ってきたらバッサリで驚かれたメンバーがいるらしい。マジで、うん、あれじゃん、レナピョンさんじゃん。レナさん急にめっちゃショートにした。あー、確かに。で、一緒に活動してんけど髪切ってる。未来がモヒカンか。うん、モヒカン。人生初めてモヒカンした。モヒカンって何なの逆に。もうこうじゃん。こう突っ張ってるやつやろ。それ三角形やな。モヒカンで検索しよう。ダメです。違います。もうない。もうお姉ちゃん。モヒカンってさ。ドラゴンやん。沿ってかれ、ツーブロどういうこと。ツーブロックで。モヒカンってさ。ツーブロックや。カツラ。メイクさん頑張ったな。そう、その時だけ。ユタだからもう未来のその髪の毛をこう全部縦にしたってことやな。そう、縦にしてる。やっぱケープ2本ぐらいいるで。もうもっといったよ。マジで。大変やった。さ、大変。一番最後やったもん、やが終わる。へえ、うん。やば。うん。もう
お姉ちゃんあれ見たやろ、今もう世にも奇妙な物語見たやろ。見てない、全然見たくない。録画してるんだ。大丈夫大丈夫。うん、もうね、もういかんってことは絶対先やな、髪飾り。そう、髪飾り先決めてる次で誤解で信じてる人おるかもしれへんから否定しとこう。え、じゃあやっぱお団子って言わな。え、お団子なん？違う違う違う、お団子違う、ほんまに違う、ほんまに違うんや。もうお姉ちゃんうさい。そっか、ストレートか。お姉ちゃんはどの宣材写真が。お姉ちゃん全然知らん。お姉ちゃんは宣材写真今撮るんやったらどんな髪型にしたい？やっぱり、坊主。ダメでしょ、髪飾りつける。メイクさんが一番の課長者できる。確かに、すいません、ネタです。課長者できるな。でも俺がなほんまに坊主好きやね。男の人のスキンヘッドめっちゃ好きやで、ね、ダシーですよ皆さん、ダシーです。ダシーめっちゃかっこよくない？女の人でもあの海外の人とかよく坊主にしてる動画見んねんけど、めっちゃかっこいい、めっちゃ好き。だから自分やってみようと思ってるの。いや、自分はやらへん、似合わんって思ってる。お姉ちゃん髪の毛傷んでるから一回した方がいいと思うよ。じゃあ大丈夫大丈夫。お姉ちゃんは坊主めっちゃ好きらしいです。皆さん坊主にしましょう今からも。え、めっちゃ好きやで、めっちゃ好き、坊主めっちゃ好き。で、髪の毛洗うのが大変じゃない？めっちゃサクソ。明日スキンにしてくるわ。めっちゃ見たいねんけど。ダメでやって。レナさんよくな、もったいないでしょ髪の毛が。え、めっちゃ好き。スキンヘッドで、もったいない、もったいない、おしゃれなタトゥーが入ってる人もかっこいい、めっちゃ。あの、あれ線が入ってる人とか違う？それは違かったらしい。ほんまにスキンヘッドでこう耳の後ろとかにタトゥーが入ってる人かっこいい。お姉ちゃんはなんかね、すごい独特な持ち主。持ち主ですか？うん、お姉ちゃんの声好きやって。でも低いから嫌やねん。ミラも低いな。ヘアトネーションしよう、ミラヘアトネーションめっちゃしたいんですよ。しや、ミラめっちゃ髪の毛綺麗よ。そうでもない、自分で言うなって先から。ミラって赤似合うやん。はい、違うんですよ。みんな日々毎日お手入れ頑張ってるから、なんかこんだけ伸ばしたらもう次バッサリ切るときヘアドネーションしたいなって。しようしよう。ね、あれあれ、めっちゃいい、めっちゃヘアドネーション。どこ行ったらできるのかな、ヘアドネーション。そういうだから美容院があんねんの、してもらえるところ。めっちゃ人の役に立てるから。もうどうした、急にかっこいいこと言うやんか。でしょ、うん。未来のめっちゃ綺麗な髪の毛ちょっと毛先が切ってもらった方がいいと思うけど、でもこの毛先とも未来だ、2年ぐらい付き添っても一緒に。新スイーツ長持ちしてんな。そう、長持ち。髪の毛だけにはお手入れめっちゃ入れてるんですよ。へえ、他にもね、してるとこ見たことない。お姉ちゃん、お姉ちゃんなんなん、さっきからお風呂でめっちゃ手入れしてるし。あ、だからお風呂長いんだ。それかもしれない。めっちゃ長いね。絶対リンスは3分置くもん。マジで？びっくりやねんけど。すぐ流すん？お姉ちゃんはあらかじめすぐ流すかな。何それ、うとし。違うよ、絶対3分置くで、私は。えらいな。でしょ。でもだって未来してる？リンスしてトリートメントだけ。じゃあトリートメントしてからリンスやねんな。トリートメントをあのなんかするために、なんか違うっけ、分からん。調べてみよう。トリートメント分かってないやん全然。釜掛け大成功っていうの。お姉ちゃんうるさい。あ、すごくうるさいです。ここ未来の配信やから。お前さっきから話つないでとかさ。お姉ちゃんあれしよう。めっちゃ好きやねんのこと。すごくうるさいです。すいません、うるさい姉で。すいません、姉妹揃って声がでかくて。声でかいってよく言われへん。ミラめっちゃ言われるんだけど。セールどんだけ喋ってんねん、でかい声で。うん、じゃあミラの声でかいエピソード喋っていいですか？気になる？気にならん。嘘つき、嘘つき。行った行った、やばい、行った。お姉ちゃんのこの太もも噛むのにハマってます。ほんまね、ほんまに動画出したいぐらいやねんけどな。いっぱいいっぱい噛む。ちょ、見していい？ダメです、ダメです。まさ、ミンです。やめてください。寝てんのにさ、噛んでくるんよ。違うんですよ、お姉ちゃん寝るの早いんですよ。寝るの早いの、お姉ちゃんの。そう、寝るの早いけど髪の毛全然伸びた。どういうこと？ほんまに見したい。
しかもさ、グレーのズボンを履いてる上から噛んでくるからさ、歯型残っとんねん。何や、シャネルのマークくんみたいになってる。おいで、シャネル好きやろ。好きや。残してあげてんねん。シャネルパチモやないかい。びっくりするわ。ただよ。いいフレグランスが漂ってそうですね。ただやんって。確かにただやけど消えちゃうな。うん、だからもう一回つけてあげてんねんよ。ああ、ありがとう。いや、けどね、そのズボンも未来のなんですよ。やめてほしいよ。まいちゃん兄弟で共有しすぎよな、マジで思うねんけど、ま、やめて、ま、もうやってみろ、オードアイドル目指してるねん。もうココシャネルなじゃなくてミラコシャネルやな。そう、なんか安そう。ミラコはダメよ、中野にしよう。じゃあこことミラコでかけてんねやか。こことシャネルってココシャネルって言うねん。そうなん、そう知らん、忘れさけてほしい。ミラコシャネル、うん、前ばっかりのやって。どういうことな、前ばっかりにかかっちゃうって。どこで発散してんねん。はたねやけど、うん、確かに確かに確かに、何が確かに、何が確かに、サイズ合うっていうの、サイズ合う、サイズ、ね、けどね、お姉ちゃんね、 T シャツリメイクしてね、お腹で着てるんですよ。ほんまやめてほしい、ほんまやめてほしい。じゃあなんかそのレーナ、レーナってそのミライって骨格ストレートやんか。レナ骨格ウェーブやから。ウェーブ、そう、ウェーブ型やねん。そう、お姉ちゃん骨格ウェーブなんですね。ミライ骨格ストレートで、その、なんていうのやな。なんかスーって感じで。ミライはストーンやん。ブラボーなんすよ。やめて。だから、そう。そのお姉ちゃんね、ウエストめっちゃ引き締まってるんですよ。そう。だから、腹を出さないと、なんていうのやな。嫌味か。嫌味か。誰がくびれちょっとしかないや。ちょっとあんの、うん、ちょっとあんねん。ママにちょっとくびれ、あなたにが。ママなんかママ、外人みたいな喋るから、あなたくびれあのね。そしたらね、ミラがね、きめっちゃ着たいなと思ってて、スパッてめくるよ、ちっちゃ。丈ない、丈ない。しかもなんかミライが着たらダサいよな。そう、お姉ちゃんが着たらね、ミライは腹出しマジで似合う。ほんまにお姉ちゃんが着たら似合うズボン、ミライ全然似合わへんから。ほんまにくびれあるよ。くびれあるよ。くびれあるのって聞いて。くびれあるよ。でな、あの昔外人の方と仕事したことあるけど、うん、そんなほんまにその喋り方やで、ね。レイナこれ大丈夫ねって。かわいい。かわいいよな。うん。けど未来はなんかあれ、道とかよく聞かれるやん、やっぱし大阪やったら。未来に道聞くんだいぶ間違ってんな。一緒に迷っていくんちゃう。ここかな。大阪で、大阪で聞かれたからやばいと思って、未来も。そうけど頑張って。未来英語喋れるん？喋れへんな。喋る、勉強しなして喋れるわ。マジで？うん、勉強したら喋れる。マジで？うん、分かった。だって英語習ってたんですもん。なんで習ってたと思います？言ったらお姉ちゃん。1年や。違う、4年から5年。4年も習ってそんな、ね、そんなこと言わないでよ。お前 ABC でしか答えられへんやろ。だから勉強し直したらいけるっていうの。そうなんや。あ、もういいじゃん。え、あれ大阪なので、地元では、地元やったら答えられたね。まあ、ゴーフチュレーとかゴーレフト。未来だって大阪で結構前に待ち合わせしようってなったけど、未来全然分かってくれへん。最初に NNB48 劇場の行き方も分からへんかったから、ママに地図書いてもらった。あー、地図いつもママと言ってたから、めっちゃ大変だった。地図、地図、ママの絵心で地図書いてもらった。そうか、頑張りました。よかったな。レイナちゃん元気？この通りです。この通りです。全然元気じゃないんですけどね。え、ほんまに？どうしよう、これで。あなたの元気はどうさせるの？全てはコロナのせいです。そうね、ピエピエヌ、ミラも、それは世界中のミラなの、だから一緒に共有していこう。あ、やばい。そう、京都方面よく行ってしまう。なんか今レイナちなみにショールームのコメント見てるんですけど、うん、ママチル絵心ないのってな。やばい、ママに怒られる。やばい、待て待て待て、弁解しよう弁解しよう、爆破らそう。やばい、ママは、ママは幼稚園の頃、中の芸ぐらい、うん、ママは幼稚園の頃、あれ未来にアンパンマンの、アンパンマンめっちゃ好きやったんですよ。ママは絵よりも字がめちゃめちゃ綺麗、うん、そう、ほんまに字綺麗、めっちゃ字綺麗。あのね、体操服の、体操服なないの、未来持ってきてやないの、体操服のね、あの
か、あの何ここにつけるやつ。普通さ、みんなさ、あのさ、あの刺繍みたいなのアイロンで貼り付けるんだけど、ママで筆で手書きするからね。じゃあ、あれあれ、マッキー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 で、それ習字風に書いてほんまにすごい、ほんまにすごかった。めっちゃめっちゃほんまにすごかった。めちゃめちゃ 学校の友達がね、めっちゃ読まないその字。レイナ言われたで、レイナちゃんこれさコピーって言うの恥ずかしかったからママの手書きってなったテンションこうママの手書きって面白いな。ママほんまにマジであれやった。ちょ、ほんま見せたいな、けどないわ。しかも見せたらこうちょっとバレちゃうかもしれないから、学校名バレちゃうかもしれないけど、ね、おもろいわ。じゃあこの配信ママ見に行くことね。なんか残るんこれ。なんかファンの方がこうなんかやってたらなんかこうママチェルって分残しは見るね。誰もハッシュタグママチェル絵心ないで検索させるなよつけたらあかんねん。おもろい、うん、あ52分やって、早っ。本名バレるね。あれ、みんな本名で活動してなかった。芸名なの、芸名なの。中野美奈子やんな。そう、中野美奈子。でも中野未来にしてんねん。そうそうそう、ほんまはね美奈子やねんけど、一文字違い変えた意味もうちょっと大幅に変えろよ。面白い、確かに、うん、うん、ランキングもな変わるんじゃん。また変なすね、ドン。昨日変動した。アバターの場所が違う。昨日な、聞いて、昨日な、こうランキング読んでたらな、止まったって。どうせ56分とかに読んでんやろ。違う。違う、聞いて、ランキング1位の人、1位の方を読んだら、読もうと思ったら止まったっていうコメントが来て、うん、全配信の方が、全見てくださってる方が止まったと思って。未来だけが止まった。そう、うん。ある一部の方だけが止まってて。怖。そう。で、未来1位読んだ気になって終わろうとしてたっていう方。すごい、ね、面白くない？面白い。みや、話し方が悪いよね。話し方悪い。いや、分かったな。やろ。え、これさ、マイミロとかあるんや、アバター。めっちゃ可愛い。マイミロ。シナモンはね、あれな、シナモン大好き。シナモン。シナモン大好きやで。お前マイミロちゃんある。いいな。え、ミライが好きでしょ？いや、さ、でもレイナキャラクターシナモン好きやで。そうなんや。シナモン好き。愛おしいな、もう。あ、明日は未来、あのインスタライブします。え、マジで？おここと急に、うん、21時からおこことインスタライブコラボします。マジで？ぜひ見てください。好き。今変動したで、さっき今変動した。未来も思った、うん、21時から皆さん予定を開けといてください。じゃあシナモンって男の子って知ってる？そうなの。せやで、僕シナモンって言うの知らなかった。55分は、え、お姉ちゃんともインスタライブしてや、コラボで。なんで嘘だよ、早く言わないと。ちょっとなんて、ランキング発表。みんな10時までしか無理な。そうだ、若いから。いちいち年齢マウントすごいよな。これがどんじゃん、こっち逆に、こっちはその年齢経験してるから、おいガキって感じ。さっきお姉ちゃんめっちゃ未来残ってきたんですよ、まだ子供やとか言ってきて。ランキング発表します。はいはい、ランキング読んで。13位。急にさ、体育の文化祭の後みたいな、なんか体育大会の後みたいな。ちょっと13位、ほうこさんありがとうございます。12位、つよぽんさんありがとうございます。11位、かつ丼さんありがとうございます。かつ丼食べたい。やろ、うん、かつ丼美味しいよ、興味欄もある。続きよね、うん、10位、べっちさんありがとうございます。9位、じゅんいちさんありがとうございます。8位、元気100倍シューシューさんありがとうございます。あんぱん。7位、末広さんありがとうございます。6位、レモンちゃんマンさんありがとうございます。5位、ひろちゅんさんありがとうございます。4位、ゴンちゃんさんありがとうございます。3位、のんちさん。ございます。もう言えた？コメントしてんねんけど。ちょっと待って、読ませてください。3位、のんちさんありがとうございます。2位、フォージムサラリーマンさんありがとうございます。そして第1位は、ドゥルル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 ルカン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 ドゥルルルルカン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 、ひごもっこさんです。ありがとうございます。よっ、あれ、ございますなんか言ってた？未来。めっちゃおもろいね、けど。すごい。で、今から。インスタライブ10時できんねんや。10時以降。しない方がいいよ、多分。そうね。うん。未来は年齢制限を守る。
こういうところは真面目に多分してるメンバーもいるで、何も言われへんの。レイナの時も禁止やった。あ、そうなんや、何も見ないって言われてへんね。だけど今日も10時までやし、10時はちょっとインスタはいいみたいな、難しいけどちょっとでもみんなしてんだいいんちゃう。いや、そんなのダメだね。あれだからミラ10時はブログ書く時間だからさ。そうなんや、そうそう、書いてんの見たことないけど。なんで見たことだから毎日上がってるんでしょ、だからごめんごめんごめんバカ。じゃあスペシャルギフト送ってくださった方、すげえスペシャルギフト、ゴンちゃんさんありがとうございます、ミッシュさんありがとうございます、大ちゃん丸さんありがとうございます、ひごもこさんありがとうございます、ベッチさんありがとうございます、じゅんいちさんありがとうございます、ほうこさんありがとうございます。うんと、いや見忘れがあったらダメやからね、念、ね、ね、には念を込めて探さなか。ひろちゅんさんありがとうございます、のうちさんありがとうございます、ベッチさんありがとうございます、かつどんさんありがとうございます、つよぽんさんありがとうございます、真面目サラリーマンさんありがとうございます、ありがとうございました。多分いっぱい来てんな。そう、だるまさんとかありがとうございます。よかったね、みんな、よかった、すごく嬉しい。すごい、アイス美味しそう。アイス、アイス、アイス美味しそうやな。アイス、アイス、これ夏いねってなる、これ夏いねってスタンプなんだ、これ夏いねっていうスタンプ、夏いねっていうスペシャルギフトがある。夏いね、どんな、どんな、夏いねって何、夏いいねみたいな感じじゃん。ふてこめっちゃふてこいやん、夏いいね。あ、未来って芸名なんだって誤解してる人がいるから、芸名じゃないです、芸名じゃないです。ミラコって逆にすごいよな。お、夏いいね来たで、すごい優しい。夏のギフト、夏のギフトなんや。あ、すいません、芸名じゃないです、お姉ちゃん嘘つき、嘘つきなんです、嘘つきマウント取りなんです。今何時？今59分。やばい、もうバイバイや、バイバイの時間です。皆さんありがとうございました、来てくださって、イエーイ、バイバイ、すいません、うるさい、うるさいのが、すいません、みなこちゃんバイバイってきて、みなこちゃんバイバイ、もう終わんの？そうだって、だって勝手に切れんねんや。そう、勝手に切れちゃうの。すごい、じゃあもうずっと一緒手振ってて、暑いな、暑いで、あ、そういうこと、あ、そういうこと、すごいな、すごい。皆さんコメントにスペシャルギフトにカウントに、すごいね、ありがとうございました。寂しいな、みんなな、またしてほしいな、これは。バイバイ、ルーナはこのまま見ないと入れるけどもうマウントじゃダメです、え、し、バイバイ、ありがとうございました、バイバイ、バイバイ、優しいな、みんなこうやってコメントしてくれてな、そう、優しいです、皆さんありがとうございました、バイバイ、また明日バイバイ、バイのバイのバイ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 、すげえ、うん、あ、22時になったら、すごいバイってきてる。